一緒えっ買うのもむっちゃ熱いのじゃん。え、それ入るときは絶対動いたらあかんやつですよね。でもそこまではしんどいから例えばもう時間ないからまあまあ熱っていうのに入るけど、でも時間ある人は長く入ったりするんですよ。あれ温度が3時間なら長い、あの高い温度で5分。それをすると自分の持っている保湿力がバーンって出る。へえ、だから安い、例えば40度は結構安い、46度ぐらい頑張って46度ぐらい、それ以上美しくなってでしょ。いやもう全然です、意外に必死ですから、うん、それ何分ぐらい入る？5分。あ、もう5分だけ、5分だけでいい。そう、もう熱いのをつけることによって自分からこの頑張るパワーが出てくる。ちょっと待って、オリーブオイルを全身の、それは本当に濡れてるところに、もう乾いたところに塗ると、もう乳化しないから乗っかってしまうねんね。でも馴染まないから、濡れてる時にシャワー浴びた、シャワー浴びた後に拭いて、何五円玉ぐらいをそれぐらい塗ったらいい、パワーってこう被膜をつける感じ。へえ、ほんで乾く前に、乾く前、もう濡れてるところ、濡れてるぐらいのところ、はい、風呂シャワーから浴びたもうベトベトのところにわーって塗る、わーって塗ったやつを拭き取る。へえ、もうそれを毎日絶もう毎日毎日絶対、いや酔っ払ったらもう風呂入れへんなんてなんて酔っ払ってもうそのままで寝てますけど、床で床で寝てるけど、でも入るときは全然ちゃうから、まだ床に寝と、床にも昔は寝てました。ああ今は玄関でもです飲みすぎると俺一回玄関の肩にドーンとひっくり返って、そこそのままちょっと寝とったことある。おちょ、それと、オリーブオイルと、それと、はい、おん、風呂に50度の、46度ぐらい、まあ、だから常に熱いので刺激、あれじゃないですか、ぬるい温度から追いだきで50度もできてカエルと一緒でわからない、カエルわからない、いや、徐々に上がったら分からへん。あのフラスコに入れて下から炊いてる時にカエルを入れとくわけですよ、ぬるい時に、ほん、うん、でね、だん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 あったかくなって英雄だなぁ思っとったら、湯だってもうた時にはもう出れないような状態になってんか、熱いお湯にポンって入れられたら飛び出すけど、ああそうそうそう、徐々に熱くなって50度になったら飛び出せる。それ何の教訓なの、何の教訓、あ、徐々にやられたら、うん、もう徐々やったら気がつけへんねん。でもだからそれはある意味慢性や、慢性、人生慢性かね、急性やったら、急性は出せるけど慢性、慢性やそれをぜひ、そしてそしてその間綺麗になってどうすんのよ、ね、いやでもほら女性ってやっぱりこの辺とケアしてないからブツブツできるじゃないですか、あれはね乾燥なんですよ、乾燥できる、うん、だからもう絶対保湿をしとけばもう、まあ、全くできないんですよ。これ女性が美しくなる、オリーブオイル、オリーブオイルでやる、どうします、 YouTube の次のやつ上がったと思ったら美しくなるめっちゃアクセス数増えるじゃん、本当に散々喋ってたことは違う、そうなんやっぱり、そっか、そうなんですちょっとなんかシミ一つないね、どこでも触ってもいい、はいこんなあれで、ね、頬をつけてもいい、いやそのちょっとあそうなんだ、頬をつける、もういや、もう私もめっちゃ血管浮くいや、まあ、あ私も浮きます、いや浮きますよ、浮きます、いやめっちゃ綺麗、これがね、これがオイルなんですよ、オリーブオイル、ね、普通のオリーブオイルでええの、はい、何でもいい、何でもいい、何でもいい、安いやつ、安いやつでもいい、いやもう、うん、もう買って買って、明日買う、明日買う、ストロバージンは匂いがね、きついから美肌のじゃないやつをお教えします、変でした、オリーブオイルはもう入って入ってる、
今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。